バードマンあるいはは2014年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はバベルのアレハンドロ・ゴンサレス・イニアリトゥ。主演はマイケル・キートン。第87回アカデミー賞作品賞をはじめとする数々の映画賞を受賞している。リーガンは落ち目のハリウッド俳優である。かつてはバードマンという3本のブロックバスター映画で、 スーパーヒーローのバードマンを演じスターの座を掴んだが、以降は、ヒット作に恵まれぬまま20年以上が経過して60代となり、世間からは、かつてバードマンを演じた俳優の楽園を押される始末だった。私生活でもトラブルは絶えず、仲たいのために、妻のシルビアとは離婚し、娘のサムは、そこを不良の挙句薬物に手を染めている。 リーガン自身も霊落した自分をあざける心の声に悩まされていた。彼が一人になると、バードマンが現れ、ハリウッドへ戻れと囁くのだ。リーガンは、アーティストとしての自分に存在意義を見出そうと、ブロードウェイ進出という無謀な決断をする。俳優を志すきっかけとなったレイモンド・カーバーの短編小説、愛について語るときに、 我々の語ることを自ら舞台向きに脚色し、演出及び主演を務めることにしたのだ。プロダクションは、親友の弁護士ジェイクが担当し、共演者には、リーガンの恋人であるローラと、初めて、ブロードウェイの劇に出演するレスリーが選ばれた。また、薬物依存症から回復したばかりのサムをアシスタントとして加えると準備は着々と進み、 本公演前のプレビュー公演を迎えることになる。プレビュー初演の前日、リハーサル中に負傷した俳優の代役として、ブロードウェイで活躍するマイクが選ばれる。俳優として、類まれな才能を見せながらも身勝手極まりない、マイクの言動はスタッフを振り回し、3度のプレビュー公演のうち、2つは台無しになってしまう。ニューヨークタイムズのインタビュー記事は虚言ばかりのマイクの、 生地が一面を飾り、リーガンの生地は後方へと追いやられていた。カムバックを目論むリーガンにとって、マイクはまさに目の上のタン行部だった。最後のプレビュー公演中、出番の合間に、出演のため、外へ出たリーガンだが、運悪く、ドアが閉ざされて、衣装姿のまま、外へ締め出されてしまう。リーガンはドアに挟まってしまったローブを脱ぎ捨て、ブリーフ姿で、ニューヨークの大通りを歩いて、 劇場の入り口から中に入り、なんとかラストシーンを演じきる。リーガンがブリーフ姿で歩く様は一般人によって撮影され、その映像は YouTube で100万回以上も再生された。リーガンにとっては不本意だったが、彼の姿は話題を呼んだ。本公演の前夜、リーガンは舞台近くのバーで批評家のタビサと会い、芝居を酷評すると宣言される。 彼女の発言力は大きく、舞台公演が今後ロングランとなるか、それとも打ち切りとなるかを左右するほどだった。リーガンは呆然とした様子で街を歩き、道端で夜を明かすと、バードマンの声で目を覚ます。リーガンの背後に現れた、バードマンは彼を再び大作映画の世界へ向かわせるべく虚構の世界へと誘う。リーガンが指を鳴らすと、街は 戦闘部隊と怪物の戦いによって火の海となり屋上から飛び立てばバードマンのごとくニューヨークの空を飛び回ることができた。始まった本公演の初日リーガン憤するエディの拳銃自殺で幕切れとなるラストシーンを迎えるとリーガンのおかしな様子に演者は顔を見合わせる。リーガンは観客の前へ立つと拳銃を頭へ突きつけ発砲と同時に倒れた。 舞台に飛び散った地に観客は一瞬ざわめくもやがてスタンディングオベーションを送る。その過中、前列に行った旅さんは興奮する観客を無視して劇場から立ち去っていく。リーガンが目を覚ましたのは病院のベッドだった。彼の放った弾丸は頭ではなく花を捉え、辛くも一命を取り留めたのだ。 ジェイクが持ち込んだ新聞の一面には、観客に銃口を向けたリーガンの写真がプリントされている。旅者による記事では、リーガンの自殺未遂は小道具と本物の拳銃とを取り違えて使用したためであり、それによって生まれた今回の事件を無知がもたらす予期せぬ奇跡と銘打っていた。事件は世間の注目を集め、多くの人がリーガンの復活を心待ちにしていた。 一人になったリーガンは、鏡の前に立ち、顔を覆うガーゼを外す。吹き飛んだ花は成形され、さながら、バードマンのような、鋭い花に変貌していた。リーガンは、傍らに見えるバードマンに別れを告げると、病室の大きな窓から体を乗り出して、窓枠に立ち上がる。直後に、病室へ戻ってきたサムは、突然と消えたリーガンを探して開け放た,れた窓から、 下を見るが、目に入ってきた光景に戸惑いを見せる。続いて顔を上げ空へ目を向けたサムは目を見開き、笑みを浮かべた。カッコ内は日本語吹き替え2013年3月、ニューヨークで主要撮影が開始された。劇場のシーンは4月から5月にかけて、30日以上に、渡って行われた。本作のほとんどは、ニューヨーク、マンハッタンの44丁目にある。 セントジェームズ劇場とその周辺で撮影された。バーの店内でのシーンは48丁目にあるバーが使用された。セントジェームズ劇場の近くのバーであるかのように見せるため、視覚効果が用いられた。本作の撮影を担当したエマニュエルルベツキによると、本作が1回の長回しで撮影されたものだと観客に思わせるために、本作のカメラワークと編集には、 非常に高度な技術を要したという。また、脚本を執筆した、ニコラス・ジャコボーン、アーマンド・ボー、アレクサンダー・ディネラリス・ジュニアによると、長回しという方法は監督のアイディアの中に最初からあったのだが、権力を持ち、発言力のある人々が長回しによる撮影に反対したとのことである。2014年1月7日、メキシコ出身のジャズドラマー、 アントニオ・サンチェスが本作で使用される楽曲を作曲することになった。なお、本作のサウンドトラックは2014年10月14日に発売された。2014年1月10日、本作が第71回ベネツィア国際映画祭のオープニング作品に選ばれたと報じられた。同年10月17日、本作はアメリカで公開された。本作は演出、演技、 音楽、撮影、脚本などすべてが大いに称賛された。映画批評集積サイトロッテントマトズには256件のレビューがあり、批評家支持率は93%、平均点は10点満点で8.5点となっている。サイト側による批評家の意見の総括は、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリツ監督にとって驚異的な躍進となる作品だ。バードマンあるいは,は、 奥深いストーリーとマイケル・キートンとエドワード・ノートンの見事な演技に支えられている。気候を凝らした野心的な作品だ。となっている。また、メトクリティックには46件のレビューがあり、過重平均値は89、100となっている。中でも、マイケル・キートンの演技に対する賞賛は、並外れており、21世紀を代表するカムバックだ。オスカー像を撮るべき男だ。 などと多くの批評家から激賞されている。バラエティのピーター・デ・ブルージは本作を絶賛し、ショービズの世界に精通したものによる、ショービズ自体を風刺した映画、あらゆる創作物の水準を超えていると述べている。デイリー・テレグラフのロビー・コリンは本作に5つ、母子評価で満点となる5つ星を与え、エマニュエル・ルベツキの撮影技術を称賛した。リチャード・ローパーは本作に、 a 評価を下し、マイケル・キートンは、オスカーの有力候補だ。と語った。ゴールデングローブ賞には、最多7部門にノミネートされ、主演男優賞、脚本賞の2部門を受賞。アカデミー賞には、最多9部門にノミネートされ、作品賞、監督賞、脚本賞、撮影賞の4部門を受賞している。英国映画協会が発行する。 サイトサウンド氏が選ぶ2014年の映画トップ20では16位、ベイ・ローリングストーン氏が選ぶ2014年の映画ベスト10で第2位を獲得。アメリカ映画協会が選ぶ2014年のベスト映画トップ10に選ばれた。2015年2月23日にワウワウで生放送された第87回アカデミー賞受賞式で寺島忍が放送当時日本では 未公開だった、当作のラストシーンについて堂々とネタバレを話し、大品縮を買う騒ぎがあった。ありがとうございます。